ザランページ、冠番組に意欲、普段のランペのわちゃわちゃ感とはまた違ったところを、エグザイルトライブのザランページの冠番組、ステージランページ、土曜深夜1時イコール ABC テレビ、関西ローカル、が10月5日にスタートする。同番組は、9月12日に結成10周年を迎えるザランページが、 体当たりで即興バラエティに挑戦するというもの。記念すべき第1回は MC をジンと土田照之が務める。メンバー16人が6つのチームに分かれ、カモメンタル、ヤダン、ラブレターズ、パーパーらとチームを組んで即興コントに挑む。設定も知らされないまま、芸人たちが用意した衣装や被り物を着せられたメンバーたち。 即興コントで芸人たちをタジタジにさせ、MC の土田をうならせるほどのアドリブを披露し、まさかの躍動を見せるのは、何をするかもわからない即興コントに、メンバーも緊張と難しさがあったようで、ジンは楽しかった3対難しかった7ですね。コントは初挑戦だったのですが、お笑いは好きなので、芸人さんとの即興の合わせで、 お互い似合いながら進めていく感じがヒリヒリして、とても難しかったです。竹地海音も、とても難しかったですし、体感的には本当に一瞬だったので、すごく緊張していたんだなと今になって思います。もう、いきなりコントはできませんと笑った。一方で、浦川翔平は、普段のグループ活動では見られないメンバーの姿が見られますし、 私たちのチームは爆笑必須だと思いますので腹筋の準備体操だけは忘れずにしておいてください。と見どころをもうアピール。藤原いつきも終始今まで見たことないザランページが見られると思いますと内容に自信を見せた。今後に向け山本翔吾は僕たちのチャレンジを温かい目で見ていただけると嬉しいです。 ヨナミネルゆいは、普段のランペのわちゃわちゃ感とはまた違ったところが見られると思うので、僕自身も新たな自分の発見をしながら楽しみますと意気込んだ。なお、初回放送は1時間拡大特番となり、5日深夜0時30分スタート。ティーバーアベまで見逃し配信も予定されている。